お前らこういうのが欲しかったんだろ、大晦日っぽい試合が。そうなんです、こういうことだろうな。そういうことで、こういうことやな、はい、ああ来年も待ってるよ。急だよ急、もうちょっと準備ねさせてくれたらね、もっといい試合できたしね。でもあれね、思ったけどあれ腕伸びてなかった、タップらしき動きあったよね。僕もポカったよね、ポカったよね、なんかポカったんですけど抜けてました抜けたよね。あれね、なんかその十字が入ってタップみたいなのを見えた瞬間、あれね、 YouTuber のヒカル君がね、今回の試合勝ったら1000万って1000万円あげるって言ってくれたから、あの瞬間俺1000万だって思っちゃったんだよ。気づいたら抜けてたいやね、もうあれはね、俺の心の油断だね。あの瞬間1000万が頭にちらついたもんね。僕も入ったと思ったんですよ、ね、入ったよあれ。あれはエミリー遅いよ。2021年の抱負はないかな。ないでもね、 YouTube がだんだんねやっぱ数字取るのが厳しくなってきて、 YouTuber としてのやっぱ生き残りも来年からやっぱ厳しいと思うから、結局俺はね嫁と娘がいるんだけどさ、それ食わせるためにはさ、朝倉未来にぶん殴られなきゃいけないしさ、あの朝倉会にもね締め落とされなきゃいけないし、ライジンで言ってこうやってさボコボコにされてさ、まあでも今日はちょっといい感じだったけども、ってやってさ頑張んなきゃさ、 YouTuber として生き残れないからさ、まあ来年も頑張って YouTube で生き残るが、まあ来年の抱負かな。はい、最後にライジンファンに向けて一言お願いします。ライジンファンどうだ、これが柴田だぞ、 YouTube の力なめんなよ、来年の大晦日も楽しみにしとけー。